どうも、シルコです。やーちゃんです。1857です。カルテットです。よしくん元気な。よしくん元気な。今日はですね、世界の遊び大全51を4人で遊びたい全ということで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はいっす。カルテットさんがこの前は大富豪なら勝てるって。じゃあまあ、じゃあ置いとこうよ、一回置いとこうよ、大富豪じゃあ。取りにしようよ。大富豪はだってもう大事なやつでしょ。じゃあ、いいよ、七並べやりたいなら。七並べいいっすか、俺やりたくてしょうがないんだけど。うん、いいよ、どうぞ、どうぞやりましょう。七並べ。七並べ俺マジで強かった。よう、今言ったな、それな。強かった強かっただからちょっと分かんないね。でもうんあ、これエースとキングつながるかつながらないか決めれるよ。つながらないっしょ。えローカルだな本当に。いやいや田舎もんだな田舎もんだな。つながらない、つながらない、右と左なんだから。これあれだよね、ジョーカー最後持ってた人が負けだよ、ね、え、そうなの。持ってちゃう、うん、それ違う、ババ抜きじゃね。ただジョーカーなしルールも確かなかったっけ。最初ちょっと疑問、ちょっと懐疑的だったけど、カルテさん多分ルール知らないぞこれ。知らないんだ。やったことないんだ。いやめっちゃ得意だよこれ。並べてきたの今まで。めちゃめちゃ並べてきた俺。数々のトランプを、はいはいはい、うん、いやでも、ね、で場に出せるやつ出てんだもん。はい、いやー4人だもんな。え、何もうすでに。待って待って、4人だもんなとかあんの？なんか怖いんだけど。パス5回までできるみたいだけど、5回以上するとどうなるんでしたっけ？そりゃ負けでしょ。負けだな。爆発して負けだよ。いや罪重。何のパスしてんです。いや罪重。爆発して負けても死刑やんそれ。罪重すぎだろパスの。死ぬとは言ってないから、爆発して負けるだけだから。うん、負けるだけ。いやいいの、これは今回はちょっと勝てないな。これはねあえてのね。いいの、爆発し負けるらしいけど5回も使えるんだから大丈夫よ。確かに、うん、これジョーカーないタイプ、もしかして多分ない。え、ジョーカーあるなんてやったことないんだけど。何、その代わりパスが多いんじゃない。はい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 。え、もしかしてそれ戦略的パスしてる？はい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 。あ、なんかピンクいのはちょっと怪しいかもね。え、そんなんあんの？パス。待って待って。え？ほ？え？お、いや、かかえない。これは？出せないんだよ。かあ。出せないんだよな。これさ、パスし続けたら J 爆発。やばい。え？一発さんが一番最初に死ぬの。爆発して、うん、あの何、俺を殺そうとしてる。いや本当にないから。仕方ない。俺を殺そうとしてない。うん、え、待って、そんなにいないんだよ全部。ないべ、カード一発さん来た。うわ、いやー、そっちかー。カード全部ないんじゃないこれ。え、嘘。1あー、だったら出せるな。七並べってこんな、え、真剣にやるやつだったっけ。え、なんか、え、これなんかかけてる、これなんか。何、え、七並べやってきてない、もしかして。いや、ガチなやつ。いや、もっと、あ、大会とか出てらっしゃった感じ。俺なんかもっと、あ、そういう意味しかやったことなかった。ない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 。七並べの世界で生きてきてない、もしかして。そうか。うん、そう。なら、ね、舐めてんな、それ。ちょっと、いや、すみません、ちょっと認識が違ったかもしれない。おえ、おえ、おでもジョーカーってローカルだったんだな。ジョーカールール。ジョーカーはそうだね。パス。え、リーチじゃん。おえ、これ何、おお、おお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 
いいよ、いいペース、いいペース。これな、ここだよな。ここなんですよね。いや、わかんない、わかんない。ここなんだよな。その3人の勝負何？いや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 。あーね。え？うんね。え？じゃあ俺、え？はい。おお。これ刺さったんじゃない？はいはいはい、あ、俺を狙うってこと？いや、違う。誰かに。はい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 。はいはいはい。え？あ、次がダメ出た。なるほどね、次ね。5回までだから。ああ、公式ルールじゃなかった。ええ。安心してない、安心してない。あれ？あれ？いやいやいや。分かった分かった。いやいや。こいつ声も出さずに。なくなったぞ。俺らが不安にならないように。思い出した思い出した。あーなるほど、思い出したわ。なるほどね。思い出した言い訳か、うん、何の言い訳だ。違う違う違う、今だってまだ取ってないっしょ。ルール確認でしょこれ。試しにね。いや違うよ。試しのテンション高俺ら。いやー、どうなるかなこれ。うわ、俺負けたな。でもこれこうでしょ、でも間違いなく。まずはかー、あーそうだよね。あ、じゃあこうだわと思うでしょ。いいやあああああ、なるほどね。いや強いなぁ、じゃちゃん。強いなぁ。結局運だったからな、今。じゃあ違うゲームいきますか。分かった人いたけど。分かった人いたけど。あれ？いいよいいよ。あれ？まだドミノとかいろいろあるんだから。あ、そうだね、まだ焦る時じゃない。そうそう、次。俺七並べ指定したからさ、じゃあ次どうぞ。あ、じゃあどうぞ負けるから。ま。まあ、一番の雑魚からどうぞ。ドミノだよ、ドミノ。ドミノって競技性あんの？え、知らないの？並べるんじゃなくて、え、つなげるんだ。そうよ、並べるんじゃなくてつなげるんだよ。いや、絶対知らなかったじゃん。いやいや、僕がまず置くよ、とりあえず。は？え、絵の中に同じ46ってだって、うん、あーそういうこと？これ上下が繋がる。七並べってこと？あっち、女の子が繋げてるんや。あー、なんかそういう風にもできるの？やば。え？何あのドミノ、最強じゃん。白は何？白は。あーでもこれ横にだけじゃないのか。縦もいけると。パイを引いてこよう。いけるの？引いてこよう。え、何？こんなカードゲーム？白は繋がるんだ。あ、なくなったら勝ちってこと？縦もありなんだ。あ、なるほど。先役した人が？あ、でも、いや、違うわ。あの、サタンなんだ。左右の端っこだけがありなんだ。うん。この端っこまで行ったら上下選べる。はいはい、分かった分かった。これが、よく分かんないけど。なんだこれ？楽しそうだな、思ったより。これ、お、どういうの？親決め。親最初に出す人みたいな話？はい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 、俺だ。一番大きい数ってこと？俺だ。合計の数。なんで？あ、なるほど。え？35点を目指そう。35点を目指す？ラウンド1。じゃあ俺ちょっと一番大きい。え、これ一番大きい数字がいいのこれ。とりあえずはい。え、まず何？何個あるんだろう？え、何？みんな協力してこうよ、ドミノなんだし。みんなで、あ、30、え、これあれか、35点目ってことか。え、31的なやつ違う？え、何これ、あ、て、え、あ、ええ、なんか点数もらえそうなあれが出る。あ、もらえた。まだ？え、なんで俺もらえてない？俺、え、先行不利。反対側の数字、あ、反対側と反対側の数字の点数もらえるとかかな。え、じゃあ全然協力じゃないってこと？うん。いや、なんだ？協力してこいよ、やっぱ。え、なんでシルコさんもらえてない？わかんねえ。これは？これもらえたんじゃない？おお。なんでなんでなんで。いけるんだ。なんでもらえんの？なんか
あの出ますよ。赤い数字が出るっす、ね、うん、これ出たよ、出たけどもらえなかったよ。え、俺も出たよ。それはじゃあ嘘かも。嘘なんだ。嘘つき。思ってたより自由にいけるんだね。え、もらえない。なんで？俺。なんで？さっきの。難しいぞ。このゲーム中にわかるこれ。赤い側の、赤い側の数字いけるよ。赤い側の数字欲しい。やった。何？何？先生とかお兄さん触れてなかったのに。そう、お兄さん大事な大事なお兄さん忘れてますよ。触れてきて一番大事な勝ち負けにつながるところを教えてくれない。なんで23点って出てんのにもらえない。なんで5の倍数じゃないか。赤い数字じゃ、赤い数字の時だな。白い数字はもらえないわ多分。そう、赤い数字はもらえる。赤い数字これなんだろう。自分が出るやつがってこと。なんで5の数字かも、5の倍数かも。確かに。なんでそんな、え、両端足してってこと？ 66？ 両端っていうか、なんかこの端っこの部分。あ、3たす4たす3たす3で。やだー、白い数字しか出ない。じゃあシルコさんの20点はどうやって数字上下の死の5の言わずに出しちゃええんや。5点区切りじゃない？なんで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 、それ一番もらえそうなの、それ一番もらえそうなの。なんでなんで24点って出たのに。でもお兄さん言ってたからね、これがドミノだって。赤い文字で出てないんじゃない。赤い文字で出た。え、めっちゃ引いてくんじゃん。なんでそんな引いたの。え、出せないからでしょ。強欲なツボじゃん。出せるのが入ってるわけ。え、え、35点や。え、何35点だったよ。35点超えなきゃいけないんじゃないの。バーストしなきゃいけないってこと。バーストしなきゃいけない。ちょっと待って、マジ。いやでもやっぱ5点区切りの時っぽいな雰囲気。なんで20点もらえたんだろうね、シルコさん。さっきパッと、ね、なんで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 。うわ、きたー。え、うわ、やっぱドミノ指定しただけあるな。いや教えてくんないと。さ、じゃあ次のね、1番の雑魚誰だっけ。俺か、見てなかったわ。俺が1位なのは確実。テキサスポーカーやろ、テキサスポーカー。うん、テキサスポーカー大ホールでしょ。テキサスポーカーで勝負だ。テキサスホールデン。あ、うわー、いくら、あ、役とかある。役、ベッドできる。あ、D ラーなんだ。もう D の質いてる。かっこいいじゃん。ブラインドベッド。ディーラーの、え、なんで俺たちだけ。なんで場所代じゃない。チップをかけるね。コールね。はい。コール。レイズ。はい。ええええコール。えコールって何？レイズ。コールが。レイズが上乗せで、コールは前の人が出したお金に、うん、あの俺もそれでいいよって言って回していくやつ。はい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 。レイズはその、いやいやもっとかけようよって言って上乗せる。はいはいはい。コールが、レイズが、レイズ。おい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 。だってこんなん絶対勝てるもん、こんなん。こっちは馬代払ってるからね。俺とジレイさんは。無理無理。馬代払ってる。え、降りたの。うん。え、まだ2枚しか見えてないのに。おぉ、うん、自分の持ってる札で、その3枚見なくてもいいよ。そんな勝ちないよって時とかは、ね、ベッド？ベッド？チップをかける。いやでも札みたいな、これ人の。確かに。これだって、これ負けたらだってさ、親が全部持ってくんでしょ？いや、違いますよ。全部流れんの？勝った人が、あの、総取りだと思う。誰かが勝ったのかでも。供託金でしょ、これ。供託金。ようそんなかけれんね、みんな。そんな強い。いや、これは強いよ。どれぐらい強くてやってんのか見たくない、うん、と思って。俺、降りてよかったなって今思ってるもん。よかったなと思ってる？うん。なんで聞き返した降りなきゃ俺多分むしられてたよ、この回。え、これ。とりあえずやろうよ。いや、で、コール一周しちゃったらもうその時点で終わりじゃないっけ。あ、そうそう。そうだよね。レイズがかかると、もう一周して、みたいな。ショーダウン。
いやいや。ねだよね。絶対そうだよ、ね。嘘。いや絶対そうだよね。あみんなそんな感じでやってんの？そんなんです突き進んでんの？いや俺は。え本当？え俺勝てると思ったけど。うん。まだやろ。リーダーね。ああ。なるほどね。マジか。ただなもう供託金がな。パス。あ間違えた間違えた。花火だけでいいんだ。あそうかそうか。全部これ。ああもうワンペアって出てるもん、うん、だって。そう。バニーワンペア出てるから。行くしかないよこれは。2位持ってるやつが強いってことな。いや最弱のワンペア。うん、2持ってるやつが3カード。2持ってたら持ってます2を、なるほど、ね、2枚持ってたら4カード強いな。自分の札に1ペアあって今ここでもう1枚2が出たらフルハウス、うん、俺はいけそうな気がする。は？2持ってる人降りちゃったけど。あコールダメだこれ。ああなるほど、ベッドしかかけれねえのか一番目。ああこれうわーおーはい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 。なるほど。ベッドしかできないの？レイズできないの？ベッドなんか一番最初の人はレイズできなくね。うーん一番最初の人はそうだね。だあのあれベッドの金額変えれる？変えれる気がするよ。まあ、普通変えれるよね。そうだよね。そうじゃなきゃダメだよね、うん、多分。試してみようか。あれ、いきなりレイズしてるよ、でも。もう、ここが勝負どころ。コール。決めに来てんね。コール。もう、ジライさんもう、オールインってことじゃん。うん。あ、ここは勝負どころさん。ここは勝負どころさん。うん、勝負どころさん？うん。パス。マジか。パス？パス？やばいよコール。次の札が気になるよね。だってこれ、ジアちゃんもかけれないか降りるしかないじゃん。オールイン。オールイン。もう無理なんじゃないだって。コール。いや、全部かけることもできますよ。オールイン。鍵が足りなくても。次にさ、かける人がさ、パス。さあ。ここでベッドする人がいたら、だってもう。俺はもうかけないんだ、もう。ここで。あ、でも勝つからな、ここで。コールにしちゃった。なるほどね。ここで。うん。やめてよ！これ降りたらどうなるの？降りたら10円はとりあえず持ったまあ、次のゲームは参加できます。ここでオールインして負けたらプールに出したお金はまあ取り戻せないけどっていう。うん、なるほどね。いやもう降ります。ゆうちゃんさんとのレイズとかそういう合戦が始まってオールインや。やばもう決まるやん。これどっちが行くんだ？だって役ないもん俺。フルハウス？フルハウス？てかジュアちゃん3カードだったんじゃん。そうだよ。2ペア3カードフルハウス。やば。ワンペアしか作れない。ブラインドベッド。何も見ない状態で。もう俺が5円払っちゃってんじゃん。ジュアさん0円だから。そう、ジュアさんもう。ゼロになっちゃったからあれなのか、うん、これ絶対勝てると思ってたのにな。やめようよレイズは。やべもうオールインしてるしかねえ。やめようよ、レイズは。これきついな。でも役ができた時に強気に行くんだろうけど、でも強気に行くの結構早めじゃないとね。あれだよね。まあそうだね。やめなぞベッドすんの。でも俺はあるからね。いや金で殺しに来てんもん。バでしか役ができねえ。助けてくれ。まあそうだね。バでしか役ができねえよ。助けてくれ。いや来てよ。
バーでしか役ができねえよ。これあれでしょ、もう一騎打ちってこと、一騎打ちになっちゃう。でもこれじゃあもう全ベッドでしょ、全ベッドでしょ、お互い。えお互いとか関係ないでしょ。俺これ勝ってるんだけどな。いや、いいの、そんなんで乗っていこっかな、じゃあ。あ、レイズでしょ、もうそんなん。レイズ、レイズ Y 連打してるから俺。男の勝負、うん、俺が男の勝負か。さあ、どう、ここでここでだいぶ決まるよね。ね、結局決まっちゃうんだから、ここの後。ここ、ね、もうレイズ、レイズ。レイズは2回までとかか、うん。フルハウス出したのすげえな、でも。すごい。最後ワンペア以上の役見てないんだけど、俺の中で。おい、オールイン。オールイン。あれ、これでも。札開けといてもいいよ。これして、それやってもさ、1アッチ残るんじゃないの、もしかして。お確かに。おい、あれ、それでもこれなんで勝った、あ、数字が大きいのか。数字が大きい。それでも足りないんだ。それでも、俺の勝ち。強っ。強っ。強いな。あっ、さすがだな。じゃあ、最後いきますか。うん。バルデッチの得意だっていう大富豪。トランプの王様。